たいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。ナンバーアイのゴートのダンプラといいますか、コレオグラフィービデオが、まあ、今ね20時33分なんで、昨日の21時に上がったからまだ1日経ってない状態で動画撮ってるんですけど、かなり反応がすごいですね、1日経たないうちにね。でその流れの中で、まあ、当然そのリアクション動画とかをする人たちっていうのもたくさんいるわけだけど、海外の反応だったりとか、それから初めて見た男性たち、その海外の人も含め男性たちの反応っていうのが非常に面白いなっていうのがいくつかありました。それの紹介などをしていきたいなと思うのと、あと海外の方で記事で英語で書かれていた記事がありまして、先ほどね X で見つけましたっていう感じで紹介していくと思います。はいね、いや本当にすごいことになってますけど、でなんかねそれでこんな感じになってはいますけど、やっぱり現状をネット記事だったりとか、その週刊誌やスポーツ新聞関連の記事とかだと、どうしてもなんかねまだまだ何かと対立させようとしたがる感じの記事が多いんですよね。でこれは結局理由があって、YouTuber とかでも、まあ昔流行った炎上系と逆張り系みたいな人たちいますけど、やっぱりそのマイナスなものとか対立煽ったりするとね、そのみんなそれ見るんですよね。で結果的に現状何かしらそういうタイプの人たちがいろんなところにいるんだなって思うので、まあそこがね解決していけば良いなと思いますけどね。まあ前にも言いましたが、結局そういうのは釣り餌をこうね下げている釣り人と同じなので、そこに行って反応しないようにするっていうのが一番いいかなと思いますよ。結果的にねそういうまあ変なこと言ってくる人とか変な記事書いてくる人っていうのも、こうね釣り人はこうやって釣り糸を垂れて、でも魚がね食いつかなかったらここには魚がいないと思って離れていきますから、まあその辺までね早く行けるといいなと個人的には思いますね。垣根なくいろんなものを応援できる感じがっていうのが絶対にいいと思ってるし、それがひいてはね日本のエンタメとかね、それを海外に行かせるためってところもあるし、まあちょっと話がずれるかもしれないけど、日本経済がそれによって潤っていくことにもつながると思うんでね、お金がこう回ればね、まあそこの部分も含めてナンバーアイは非常に力になってくれそうだなというところでございますね。そうで海外の反応とかもろもろありますけど、まあ、リアクション動画を撮るその海外の人が非常に多くて、しかも反応が早いっていうのと、さらにはその以前 MV で反応してくれた人がまた反応してくれるっていうことみたいなんですよ。私も自分ではリアクション動画はまあ最近ちょっとそれっぽいの撮ってるけど、あんまり撮ってこなかったんですね。リアクション動画を撮るタイプの YouTuber さんとも一応その知り合いではあったりするんで、まあ聞いたことやっぱあるんすよ、その辺の話。うん、まあ要するにリアクション動画をやってみて、まあ再生数とかもそうだけど、本当に自分が興味を持たないとやっぱり続ける気にはならないということですよ。そうなかなかねリアクション動画といってもやっぱり結構ね大変だったりするわけですよ。うん、いろんな調整とかも必要だったりするのもね。うん、だからそういう意味合いではちゃんと今日の興味を持ってくれた形で、それでね以前 MV でリアクション動画してくれた海外の人が今回のコレオグラフィービデオに関してもねリアクションしてくれるっていう感じでね。でまあコレオグラフィーっていう風な言葉にした方が海外の人にはなんかいいのかもしれませんね。なんかダンスプラクティスって言い方も、まあ、どうなんでしょうね。またそのコレオグラフィービデオって言い方に変えたところも、何かしらその 2B なりの滝沢社長とかね、ナンバーアイの3人なりのこだわりっていうのがあるのかもしれませんしね。基本的にその K-POP 含めてダンスプラクティスみたいな感じにはしているのが多いので、そう、まあそういうことなんですよね。まあ、海外とかで例えばもう言い方が通じない言葉とかもあって、アイドルっていう言い方っていうのは向こうではあんまりもう通じないっていうか、ボーイバンド、ガールバンドとか、ボーイズバンド、ガールズバンドみたいな感じで言うっすね。バンドっていうとかこっちの方のイメージとかありますけど、なんかねバンドはそもそも何人かで集まってみたいな、そういうグループみたいな意味合いがあるから、
だからその例えばナンバーアイもそうだし、 BE:FIRST もそうだし、まあ、JO1 とかいろいろありますけど、あとね女の子なら NiziU とかね、桜坂さんとかね、だからその男子女子たちがいくつか何人か集まっているのがバンドみたいな感じで、だからボーイバンド、ガールバンドって言い方をするんで、その言い方をっていうかちょっと海外向けに竹澤社長たちも考えてるかもしれませんね。うん、でナンバーアイに関してのその男性とかの反応で、まずそのやべえヤギっていうハッシュタグに釣られてきた人もいたみたいですね。なんかやべえヤギって言うと別にその全然関係なく気になりますからね。なんか私もだから最初やべえヤギって朝の時にぼーっとして見てたら、あのまあ動画でも言いましたが、なんかやばいヤギが暴れたのかなって思ったら、まあ結果あの3人のね、あの平野くんと神宮寺くんの岸くんが暴れてはいたんですけど、思っていたやつとは違ったっていうねそんなことで、うん、でそれでやっぱ釣られてきた人がいるんでしょう。やべえヤギっていうハッシュタグは非常に秀逸ですね。誰が考えたのか分かりませんが、いいんじゃないでしょうか。うん、でその流れで、あの結局そのナンバーアイってあの元キンプリの人たちなんだみたいな反応があって、あの普通にナンバーアイっていうヒップホップクルーの人たちかと思ってたっていうね、だからラップグループの人たちでナンバーアイっていう感じの人たちのやつなのかと思ったみたいな話をしている人がいました。うん、だからなんかそういう感じで見つけてますね。だそのヒップホップとかイベントとかそういう好きな人たちとか、そういう人とか見つけてみたりとかしている部分があったりとか、うん、なんか面白いことになっていますね。うん、でそれからあの海外の方の記事といいますか、あのプラチナムバイブスビデオだったかな、んかあの海外で結構日本のというかアジアの楽曲をラジオで流してくれてるアメリカの人がいるんですよね。でその方が記事をね、ナンバーアイに関する記事をね書いてくれた、あのケビンですね。うん、あのまあ、記事があって、多分ねその翻訳機能とかで翻訳をして見ることが可能なんじゃないかなって気がする。あのサファリとかGoogle でもね確か一応できるっちゃできるかなと思いますけど、まあそうですね、なんかあの機能の中の翻訳機能とかを使っていくといいと思います。あのまあ日本語はもちろん翻訳なのでちょっとあれですけど、でもニュアンスはわかります。ナンバーアイが最新のゴートビデオで魅惑的な振り付けを披露みたいな感じの日本語訳、あのこのスマホの翻訳機能であの日本語訳したものになります。うん、でヒット曲ゴートの公式振り付けビデオを見てナンバーアイの魅惑的なダンスの才能を体感してくださいみたいな、あちょっとあの言葉がそうなってるのは訳してるからですよ。うん、でこのビデオはグループの卓越した才能と同期したパフォーマンスを魅力的に示しており、驚くべき正確さの動き、ダイナミックな飛び跳ね、複雑に作られた振り付けを強調しています。ここいいですね。つまり驚くべき正確さっていう話とか、ダイナミックな飛び跳ねって書いてありますが、ダイナミックなそういう動きとかだと思いますし、まあ、リーハタさんが作った複雑な振り付けっていうもの、まあ、強調していますっていうのありますけど、それがすごく出てますみたいな、だからあのダンスとして非常にクオリティが高いみたいな意味合いだと思われます。でナンバーアイのメンバーが新しいトリオが、あのナンバーアイのメンバー、あのトリオだから3人が、ナンバーアイのメンバー3人が持つシームレスなグループの相乗効果を維持しながら個々のスキルを披露するビジュアルスペクタクルに飛び込んでくださいみたいな、だからその要するにあのシームレスにそのグループがねやってるところを、あの要するに3人のそのコントラストがありながらの、それぞれ3人のスキルがあの一人一人あのすごくあの卓越してるっていうところ、それを示しているっていう意味合いだと思われます。でビデオ全体通して彼らが繊細さと芸術性を備えた複雑な操作って書いてありますが、複雑なダンスを完璧に実行するみたいな感じでございまして、であなたが熱心なダンス愛好家であっても、芸術的表現を好む人であっても、ナンバーアイのゴート振り付けビデオは彼らの革新性と熟練の世界を垣間見ることができる魅力的なものですみたいな、それだからあなたがダンスが好きな人でも、まあ、芸術的表現、まあ、だからそういう音楽だったりとかそういういろんな表現とかを好む人でも、ナンバーアイゴートのビデオがあのそれをあなたを満足させるでしょうみたいな感じの話と、でナンバーアイがこの視覚的に素晴らしいプレゼンテーションで独自の才能と芸術的ビジョンを明らかにするので、インスピレーションを受ける準備をしてくださいっていう、だからあの要するに彼らのそれを見てあなたもそのすごく影響される、インスピレーションを受けるだろうから、その準備をしてくださいという感じで書いてくれております。はい、でその後ももろもろね書いてますけども、まあ記事としてはそんなにもちろん大きいあのね多くのことは書いてませんが、ただすごくね褒めてくれていますよ。
多分その英語読める方はそのまま読んでいただいて、あの翻訳機能でね、何かしらできる、まあできるものとできないものあるかもしれませんが、一応何かしら方法があればと。まあ概要は今私も読ませてもらったからそんな感じで書かれているっていうのは、あの一応言いました。もちろん全部は読んでませんが、はい。でも概略というか概要はそんな感じでございます。はい。という感じですね。はい。でコメントもいただいたりとか、あとその X で見たりもしてて、やっぱその神宮寺くんと岸くんのダンスっていうのがすごくこう、あのなんか 上達してるっていう話とかやっぱりみんな言ってて、やっぱりダンスはあの平野くんのイメージがあったけれども、あの岸くんと神宮寺くんがむちゃくちゃ上手くなってる、しかも個性が出せてるっていうね、どんだけ練習したんだ君たちはみたいな話もしてました。ダンスもそうだし、しかもあの難しいラップをするっていう部分は、あのラップのスキルに関しては当然平野くんも含めて3人で相当練習したんじゃないかなっていう気がするんでね、ただラップするだけではないですからね。あの一応ヒップホップが好きな人間として、そのボーイバンド、まあボーイバンド、まああのボーイズグループとあのヒップホップのラッパーのあのラップの違いっていう部分っていうのがやっぱりあるんですけど、まああんまりね、私も素人ですし詳しくは語れないけど、基本そのダンス&ボーカルグループやアイドルの中のラップっていうのは、そのダンス&ボーカルの曲の中の表現としてのラップっていう部分が多いんですよね。だからその自分自身のあの内面を表現するとかっていうよりも、その曲に合わせたラップをその歌唱法の一つとしてやる感じが多いという。だからそのヒップホップのラップではなくて歌唱法のラップだっていうところがまあ普通だったりはするわけですよ。だから J.Y. パークとかがあのオーディション番組とかでそのラップの披露をした時とかに、あのなんかヒップホップのラッパーかと思いましたみたいな感じのことを言ったことがあるんですね。それってなんかあのヒップホップとラッパーって同じなんじゃないのっていう話ですけど、あの要するにヒップホップのラッパーというのは、あのその自分自身一人で基本的にやるの多いですから、まあグループもいますけど、あのそのラップをメインとして、あの全てそのラップ自体がボーカルであり、ギターであり、ドラムであり、ベースでありみたいな、でしかもダンス表現でもありみたいな、全部のところが網羅されているところがある部分と、ダンス&ボーカルのラップはそこの表現の一つっていう部分で、だからなんだろう、言い方難しいんですけど、あのもちろんそのボーイバンド、あのアイドルがあの歌唱法としてのラップをするとこも、そこがなくなっちゃうと曲が成り立たないから、当然責任感はもちろんあるんだけど、あのラッパー、ヒップホップのラッパーは全責任が自分に被るんで、そもそもあの気合の入り方が違うみたいなところがあると。でそこの部分とかでヒップホップのラッパーみたいでしたって J.Y. パークも言ったみたいな、はい、オタクですから早口になりましたね。でその流れの中で、あの特にこの3人は、あの平野くん、神宮寺くん、岸くんはそれぞれいろいろ苦労してきた部分を多分その歌詞の中にも落とし込んで、それこそ J.Y. パークに言わせれば、あのヒップホップのラッパーみたいですっていう風に言ってくれるであろうというようなラップをしてるんで、だから先ほどのその男性に関してもナンバーアイっていうあのヒップホップクルーかと思ったみたいな感じで、あのガチモノのラップ集団だと思ったみたいな感じで書いていたのは、多分これはあのまあ皆さんがねどう思われるか分かりませんが、あのヒップホップ好きの自分としてはその感じってすげえなと思うわけですよ。皆さんもだからこれかなりすごいっていうことはぜひあの思っていただいて、で結果的にその海外の人たちがあの続けてそういう風にリアクションしてくれるっていうのも、その彼らの言葉はだからちゃんとはもちろんね日本語だから分かんないですよ。ただ私たちも洋楽を聞いたりとかするときに言葉の意味分かんなくても惹かれるものっていうのがありますよね。でもそこの部分をその彼らの、まあ、あのもちろんそのね英語も使ってるものではあるけど、あの基本的に日本語でやっているその中に彼らの魂を感じた人がたくさんいたんじゃないかなって気がいたしますので、だからこうやって海外の方でも記事書いてくれたりとかリアクション動画も増えたりするし、あと結局そのヒップホップはねどうしてもちょっとあの男性的な部分ってどうしてもまだ多い部分はあって、最近でもフィメールラッパーというか女の子のラッパーもたくさん頑張ってて、もう結構ビルボードでは女性ラッパーとか女性シンガーが上位の方を取ったりもしてて、アメリカはやっぱ進んでますわね。まあそんなことも思いますけど、うん、だからあのそういう感じで彼らが評価されているのは非常に面白いなと思うし、あのそれからあのね私のおしぐの BE:FIRST もすごく刺激に思ってくれてるんじゃないかなって思って、そうするとお互いがさらにねあのパワーアップしていきますから、あの健全とそういう風に競争ができる感じがどんどん整っているんじゃないかなって気がしますね。はい。で冒頭で言いましたけど、やっぱりなかなか日本っていう国は新しいものを受け入れる土壌っていうのはなかなか出来上がらないので、そこはね、実力で
実力でのし上がってねじ伏せていくっていうのがいいと思います。はい、はばかりながら BE:FIRST もね、最初の方ね、メディアなんか誰も扱ってませんでしたから、はい、そんな感じですよ。まあだから、でも彼らも実力でのし上がってきましたんで、じゃあもうキャリア的にもね、実力的にもある彼ら平野くんたちがそれができないはずはないとね、会社のバックアップ体制も滝沢くんたちがすごくやってくれてるし、うん、いいんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、実は海外の記事があったってことを紹介するだけのつもりでしたが、ヒップホップが絡んでくると結構語ってしまいますね。はい、そんな感じです。はい、まあ本当に彼らの今後にも期待だし、アルバムに、アルバムといいますか CD に入ってるね、新曲といいますか、まだ私たちが聴いていない曲に関しても楽しみですね。はい、はい、では私はいろんな動画を撮っていますので、タイトル、サムネイルで興味あるものございましたらぜひご覧ください。そしてすぐに情報が入りますようにチャンネルの登録をお勧めいたします。この英語の記事のやつ、リンクを概要欄貼っておきますね。翻訳とかは皆さんのスマホやパソコンの機能でできる方はやってもらって、まあ、できない方はちょっとさすがにそこまではあれなので、自分でもわかんないので、なんかうまい感じでやってもらえればと思います。はい、ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく。マシカドの語り部、グランパンパースでした。